フォーモスット -2 は台湾2期目の高解像度地球観測衛星。国家宇宙計画局によって開発された初のリモートセンシング衛星である。2004年5月19日にアメリカのバンデンバーグ空軍基地からトーラス XL によって打ち上げられた。2004年7月4日より撮影ミッションを開始する。もともとは6サット -2 という名前だったが2004年12月に フォーモスット -2 と解明された。開発費用は4700万台湾ドル。フォーモスット -2 は民間のニーズを満たすため、台湾島とその周辺海域を純リアルタイムでリモートセンシングする。集められたデータは自然災害の評価や農業応用、都市計画戦略、環境監視、海洋監視に用いられる。解像度は多波長で8メートル。 パンクロで2メートル。撮影された画像は、スポットイメージで利用できる。主要自宅業者のアストリウムは、6サットマイナス2のバスキットリモートセンシング装置を提供した。映像処理システムは、ムスポーが独自に開発した。リモートセンシングの他にも、レッドスプライトや、大気孔といった、自然現象の科学観測を行った。ありがとうございます。